改札口安張塚駅は神奈川県横須賀市長浦町2丁目にある京浜急行電鉄本線の駅である。駅番号は KK56。ホーム築定場に相対式ホーム2面2線を有する高架駅。改札口は道路2面するホーム下に位置する。2007年から大規模な改良工事を行っていた。改札内コンコースにトイレが増設されたほか、 エレベーターも新設された。それ以前のトイレは改札内には設置されておらず、駅舎を出て、行動を挟んだ向かい側に、男女別の推薦式トイレが設置されているのみであった。ホーム全体がカーブに面しており、電車とホームの間がかなり空いている。二千十九年度の一日平均乗降人員は百七十一人であり、京急線全十二駅中で最も少ない。 近年の1日平均乗降人員と乗車人員の推移は下記の通り、前後を山に挟まれた宿に位置する。周囲に平地は乏しく、傾斜地や山上にも宅地が造成されている。利用者は周辺の住民が中心である。駅へのバスの乗り入れはないが、横須賀市中心部と北部を結ぶ路線が走っており、最寄りのバス停は駅より徒歩8分ほどの他の裏である。 景品急行バス堀内営業所による運行。ありがとうございます。